ジョセフ,フ・フォン・ハンマー・プルグスタルは、オーストリア出身の歴史研究者。ジョセフ・フォン・ハンマー・プルグストールの勲章ハンマー・プルグスタルは、シュタヤー・マルク・シュー・グラーツで生まれた。主にウィーンで教育を受け、1796年に外交官となり、1799年には、イスタンブールのオーストリア大使館に任命された。この時期、シドニー・スミス提督とジョン・ヘリー・ハッチンソン将軍の、 元で第一共和世紀のフランス軍との戦いに加わった。1807年にオーストリアに帰国すると数密院に所属し、1824年には騎士の称号を与えられた。ハンマー・プルグスタルは50年にわたる研究者生活の中で多様なテーマに取り組み、アラビア語、ペルシャ語、トルコ語の様々な工程盆や薬中を出版した。特に、 ハーフェズの詩集を初めて西欧で観約したことなどが知られているが、膨大な著作量ゆえに、個別の専門家による批判も多い。1847年には、友人のルートビヒアウグストフォン・フランクルのよりメダルを授与された。理面には、彼の著作のいくつかが描かれている。その後、1856年11月23日に、ウィーンで死去した。ありがとうございます。